FX 比較スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画ではインバスト証券さんのトライオートの売りゲリラ攻略ということで、売りゲリラの活用方法みたいなものをお話していきたいと思います。画面上に表示されています注意事項を必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。なお、この動画は小手川幸也が個人的に作成したものであり、インバスト証券さんは関係ありません。ということでですね、少し前、1ヶ月ぐらい経ってますかね、そのトライオートにクイック仕掛けという簡単に仕掛けが、複数の仕掛けがババッと作れる機能が実装されました。まあ、その中の一つがこの売りゲリラであったり買いゲリラなんですけども、いまいち、どのような場面で使ったらいいのかということがピンと来ていませんでした。まあ、相場環境がね、レンジ相場であるということもあって余計に使う場面がなかったんですけども、まあ、よくよくね、チャートを見ながらその仕掛け、仕組みを見ていきますと、あ、こういうことかというのが少し分かってきました。でですね、昨日までバックトゥーザ相場と呼ばれるデモ講座のようなものを使って、高成績を出しましょうと、ある一定の期間、この回ですと、2014年4月1日から6月30日の3ヶ月間で、高成績が出る仕掛けを作りましょうというキャンペーンをやっておりました。でですね、これが実際にその4月1日から6月30日までの日足を、表示しているんですけども、はい。私が、いつもブログでお話したりとか、あとは、あ、ごめんなさい、ブログで書いたりとか、あるいは YouTube でお話ししていますけども、まあ、水平ラインというこの横に1本引くトレンドラインというのを非常に重視しております。はい。こちらにつきましては、私のこちらの著書の、4章のこのページでも書いておりますし、そして MT4、メタトレーダー4と呼ばれるチャートツール上に、表示させる方法も書いております。でですね、まあ、YouTube にも MT4 の水平ラインの表示方法は過去にアップロードしているので、まあ、そちらはこの動画の説明欄にでも、URL を貼っておこうかと思います。はい。でですね、話が戻りますけども、こうやって見ると、170.130 円から 172.870 円のレンジであるということはお分かりいただけるかと思います。行ったり来たりしております。なので、まあ、この間の、レンジの仕掛けを作るというのは、まあ、一つ有効な利益の出し方だったということですね。そしてもう一つですね、172.870 円で何度も弾き返されて下がってるんですね。ここはちょっと抜けてしまってますけども、まあそれ以外は結構下がっているので、なので、ここから始まるその売りの仕掛けを作れば利益が出せるのではないかということなんですね。ちょっと下の方はね、こっちで買いを作ると結構上に行っちゃってるので、まあ売りの方がいいということで。はい。で、実際の、その画面ですね、トライオートの。はい。こちらがそのバックトゥーザ相場と呼ばれるそのデモゲーム、デモの画面なんですけども、これで過去の相場に合わせて作ることができます。で、それをちょっとやっていきたいと思います。はい。でですね、ここにクリック仕掛けというボタンがあるので、そちらをクリックします。はい。でですね、まあ、このようにヒットアンドウェイとか、売りゲリラも100ピップス、200ピップスなどあるんですけども、今回はですね、はい。こちらの売りゲリラ100ピップス幅というのを作成します。はい。で、作成で、先ほど、いくらでしたっけ ?172.870 円ですね。172.870 円。172.870 円。で、これで OK を押しますと、この10ピップスで利益を狙いつつ、幅が何段階に分かれて、売り注文を出すという仕掛けが今作成されます。ちょっと時間がかかっておりますけども、はい、表示されました。はい、このようにね、172.870 から順番にこう、20ピップスずつ上がっていってるんですかね。まあこういうのが5つできるんですね、これ合計。はい。ちょっともうここは何もいじらないでおきます。設定はいじらずに、とりあえず、ここに一括登録というので、これを押します。はい。では、まずは5つできました。はい。で、上にもありますけども、
10個作れって書いてあるんですね。 AP 注文数10個作れと。そしてクイック仕掛けを1つ以上使用、今1つ使ったんですけどもう1つ作りますね。で、はい、また同じように売りゲリラの、これですね、こちらを作成したいと思います。でですね、先ほど 172.870 円にしたんですけども、一緒の値幅にしてしまうと重複しているのはできないみたいなので、871にしましょうかね。871で作ってみます。はい、一線ずらしました。これこうすると、重複多分しないと思うので、まだちょっと時間かかってますね。同様のものが、はい、ここがね、よくなってますかね、ちょっと見えないな。ここも1ずつずれて、はい、ずれていってますね。はい、これがまた5つできました。はい、で、まあ、こちらも一括登録します。はい、するとね、このウリゲリラで、加工を狙った仕掛けが合計10個作成できました。そしてですね、このバックトゥーザ相場では、実際にこれで運用していたらどうなったのかということを見ることができるんですね。はい。なので、この稼働を押すとその結果がわかります。今、稼働を押しました。すると、さあ、この仕掛けの成績はどうだったんでしょうか。で、今、結果が表示されようとしております。出てきますかね。はい。するとですね、このように結構、はい、損益そこそこ取っておりますよね。で、期間中に、もしこの仕掛けを動かしていたら、84,690 円の損益だったということがわかります。エクセレントという文字が出ていますね。このようにね、まあ、上値抵抗線や、あるいは下値支持線、そのサポートラインやレジスタンスと呼ばれるものがある場合は、この売りゲリラや買いゲリラというのは有効だと思います。それでですね、さらに、先ほどレンジもありましたよね。なので今のね、売りゲリラプラスレンジの仕掛けを複数作って、稼働させてみたんですよ。そして出た結果がこちらなんですね。はい、644,900 円の利益が出ました。まあでもね、これあくまでも過去の成績に当てはめて作っているので、これがいわゆる先日ね、カーブフィッティングとはというタイトルで動画を上げたんですけども、まあカーブフィッティングですね。過去の成績に当てはめて作るという。でですね、そのキャンペーンがですね、もしかしたらこれ上位入賞できたんじゃないかなっていうぐらいいいのができて、張り切って登録しようと思ったら昨日で終わったんですよ、これ。登録ボタン押すとダメですって出たんで、ちょっとね、結果どうなのか非常に気になるんですけども、まあ明日以降ですかね、わかるかと思います。はい。ということでね、まあ売りゲリラ、買いゲリラ、は、こういう場面で使えばいいのかなという一つの、操作方法でした。はい。そして、インバスト証券さんとトライオートの詳細はこの動画の解説欄に URL を貼っておきますので、まだ口座をお持ちでない方はこちらを一度ご覧になってみてください。ということで、今回はトライオートに関するお話でしたけども、これ以外にも FX バイナリーオプション、システムトレードなどなどいろいろな情報を発信していきます。そしてですね、無料メルマガの方では、実はトライオートのこのキャンペーンの攻略法なんかも、配信しました。はい。なのでよければそちらもご登録ください。そして私のブログはこちらの2つあります。2つの検索キーワードで検索してみてください。ということで、今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。